ジャパン2019沖縄大会主催者を代表しまして、ウィズスマイル代表金城真由美よりご挨拶を申し上げます。本日はお忙しい中、こちらの会場まで足をお運びいただきまして誠にありがとうございます。フェスジャパン2019沖縄大会主催の金城真由美です。フェスジャパン沖縄大会は今年初めて沖縄で開催されます。その記念すべき第1回目の主催を務めさせていただきましたこと、大変光栄に思っております。フェスジャパン沖縄大会のファイナリストは計20名、ヤングミセス部門12名、クラシックミセス部門8名となります。このファイナリスト20名は今年の1月からウォーキングレッスン、メイクレッスン、スピーチレッスンなどを積み重ねてまいりました。ファイナリストたちはミセスですので、ご結婚されている方、お子様がいらっしゃる方がほとんどです。仕事をしながら、家事育児をしながらのレッスンの参加は本当に大変だったと思います。しかしファイナリストたちは時間や仕事を調整し、多くの方がレッスンにご参加されていました。結婚しても子供を産んでも夢を持つこと、夢を諦めないこと、目標に向かってチャレンジすること、自分にしかできない社会貢献、今日はファイナリストたちの素晴らしい思いと姿をご覧いただけると思います。ぜひ最後までファイナリストたちの素敵な姿、最後までご覧ください。以上をもちまして主催の挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。主催者挨拶といたしまして、ウィズスマイル代表金城真由美でございました。グランドチャンピオン、ミセスジャパン2019日本大会オーガナイザー代理、二階堂瑞穂様。ありがとうございます。ミセスアジアシュプリームインターコンチネンタル2018世界大会グランプリ、高橋由香様。コスモポリタン2018世界大会グランプリ、片岡みどり様。アジアシュプリーム2018の世界グランドチャンピオンで、ミセスジャパン2019日本大会オーガナイザー代理の二階堂瑞穂様よりご挨拶をお願いいたします。高橋様、片岡様は審査員席へお進みください。皆様こんにちは。ミセスジャパン2019沖縄大会、本日を迎えられたこととても感謝しております。ミセスジャパン出場者の皆さん、本日までトレーニングを重ね、家事や育児の合間に自主トレーニングをしてこのステージに立ちます。中には緊張している方もいらっしゃると思いますので、ぜひ皆様の声援、そして拍手が彼女たちの力になります。ぜひ温かく見守っていただけたらと思います。私も昨年までは出場者側でこのステージに立つこととても緊張しておりました。お時間の許す限り最後までお楽しみくださいませ。本日は誠にありがとうございます。二階堂様ありがとうございました。それでは審査員席へお進みください。
すがチャンピオン、貫禄がありますね。素晴らしいです。ファーストセッション、はじめにヤングミセス部門の12名が登場します。ミセスジャパン2019沖縄ヤングミセス部門、エントリーナンバー1番上原麻里、エントリーナンバー2番畑谷美智香、エントリーナンバー4番長濱かほ、
上ヤングミセス12名の出場者の皆様です。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。はい、まだ続きがありますよ。ちょっと皆さん緊張しているようですけどもね。さあ続いてエントリーナンバーとお名前のコールをしていただきましょう。ヤングミセス部門エントリーナンバー1番上原真美。エントリーナンバー1番上原真美、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー2番畑谷二千佳。エントリーナンバー2番畑谷二千佳、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー3番糸数明乃。エントリーナンバー3番糸数明乃、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー4番長浜佳穂。エントリーナンバー4番長浜佳穂、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー5番仲間愛。エントリーナンバー5番仲間愛、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー6番津波志保子。エントリーナンバー6番津波志保子、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー7番小屋七恵。エントリーナンバー7番小屋七恵、よろしくお願いします。エントリーナンバー8番佐野直子。エントリーナンバー8番佐野直子、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー9番ヘントラ夏子。エントリーナンバー9番ヘントラ夏子、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー10番三宅由香。エントリーナンバー10番三宅由香、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー11番内間奈々。エントリーナンバー11番内間奈々、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー12番新谷由美。エントリーナンバー12番新谷由美、よろしくお願いいたします。以上ヤングミセス12名の出場者の皆様です。今一度大きな拍手をお願いいたします。ではご退場ください。
ミセスジャパン2019沖縄ファーストセッション、クラッシュミセス部門。エントリーナンバー1番、澤田優子。いただきましょう。エントリーナンバー1番、澤田優子。エントリーナンバー1番、澤田優子、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー2番、本村恵子。エントリーナンバー2番、本村恵子、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー3番、水谷里奈。エントリーナンバー3番、水谷里奈、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー4番、南戸麻里。
4番南野麻里、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー5番久高直美。エントリーナンバー5番久高直美、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー6番津波真澄。エントリーナンバー6番津波真澄、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー7番片山恵子。エントリーナンバー7番片山恵子、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー8番宮里佳代子。エントリーナンバー8番宮里佳代子、よろしくお願いいたします。以上、クラシックミセス8名の出場者の皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ではご退場ください。いかがでしたでしょうか。この後は出場者の皆さんにはイブニングガウンに着替えていただき、セカンドセッションへと移ります。セカンドセッションミセスジャパン2019沖縄セッションヤングミセス部門。Thank you.
秋乃。
女性、母、ダンサーとしても生き方に自信を持っております。ミセスジャパンに出会い、たくさんの気づき、学び、そして使命と向き合うことができ、心から感謝しております。ドリーム、センキュー。ありがとうございました。Thank you.
私は白バイ隊員でした。どうしても白バイに乗りたくて、周りの反対を押し切り、無理だと言われながら夢を叶えました。警察官としてたくさんの人を更生させた経験を生かし、夢と希望を与えられる存在として世界平和へと貢献していきます。ありがとうございました。エントリーナンバー10番、三宅由佳。自分も行きたい、そう思いこの大会にエントリーいたしました。女性が好きなことで輝くことは、家族を幸せにし、社会を元気にします。私は得意な外国語で人と人をつなぎ、さらなる愛を日本へ、世界へ、家族へ届けます。ありがとうございます。エントリーナンバー11番、内間奈々。私が沖縄で耳つぼジュエリーと出会い、人生がキラキラと輝き出しました。行動する勇気、自分らしく素直に歩むこと、笑顔の素晴らしさを沖縄から世界へ、私の思いを届けてまいります。ありがとうございます。エントリーナンバー12番、新谷由美。ヨガのインストラクターをしております。自身の乳がんをきっかけにヨガに出会いました。さまざまな困難の中、支えてくれた家族や友人たちのおかげで、インストラクターになる夢を叶えることができました。どんな状況でも諦めなければ夢は叶う。ミセスジャパンを通してたくさんの方に勇気と希望を与えてまいります。ありがとうございます。
ミセスジャパン2019沖縄セカンドセッションクラシックミセス部門。エントリーナンバー1番澤田優子。幼少の頃、大変複雑な家庭環境で育ち苦労いたしました。そして離婚も経験いたしました。そんな私でも現在は会社を経営し、この素晴らしいミセスジャパンという舞台にも立たせていただいております。どんな女性でも輝き続けれるということを、この美しい沖縄から日本へ、そして世界へ発信していきます。エントリーナンバー4番、南戸麻里。
パリ。私は MSP 協会理事として日本だけでなく世界に飛び出し多くの皆様の人生をサポートしています。 DV 離婚裁判、それが何やの。女性はいつからでも輝くことができる。まずはこの沖縄、そして世界中の女性と子どもたちの幸せに貢献してまいります。ありがとうございました。エントリーナンバー5番、久高直美。私の誇りは家族です。障害者である姉の純粋さ、私たちを守る母の真の強さ、差別や偏見も家族の支えで乗り越えてまいりました。そして私も母となり、大切な家族へ愛を注いでおります。これからはミセスジャパンを通して愛の輪を社会へ広めてまいります。ありがとうございました。エントリーナンバー7番、片山恵子。
北海道から離原寺に来ました。私は障害者支援のチャリティーイベントを開催しており、昨年はミセスジャパン北海道メンバーを交えて大盛況になりました。障害を持つお子さんやその家族を笑顔にすることが私の生きがいです。世界中に笑顔を広げます。ありがとうございました。エントリーナンバー8番宮里佳代子。私は明るく前向きに挑戦することを大切にしております。19歳から始めた和装で着物コンサルタント霊法の資格を取得しており、愛、美、霊、和の心を学びました。それらを生かし周りにたくさんの和、愛の和を広げていきます。ありがとうございます。ミセス8名の出場者の皆様でした。ありがとうございました。ヤングミセス、クラシックミセス20名すべての出場者の審査が終了いたしました。いたしました。審査結果が到着いたしました。ただいまよりミセスジャパン2019沖縄セッションアワードセレモニーを開始いたします。ヤングミセス12名、クラシックミセス8名の参加で行われましたミセスジャパン2019沖縄セッションは、視聴者の皆様の努力により素晴らしいステージとなりました。本来でしたら出場者全員に受賞していただきたいところですが、来場者の皆様の投票と審査員の皆様の審査により各賞の決定をさせていただきました。それではまず特別賞を発表贈呈いたします。プレゼンターは守護伝説沖縄広報担当、AMG コネクト代表、沖縄南城ラブショップ会長の名取飛鳥様です。どうぞステージへ。さあ、時々の瞬間を迎えますね。どうぞ名取様は、はい、前へお越しください。お待ちください。あ、ではもう少し向こうで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではまず最初の発表です。ミセスジャパン沖縄パーソナリティ2019最も個性を感じるミセスの発表です。
ミセスジャパン沖縄パーソナリティ2019はクラシックミセス、エントリーナンバー8番宮里佳代子、おめでとうございます。どうぞ前へ。さあ、拍手としまして、ミズスマイルより女性美容化粧品スキンケア8点セット3万円相当、メゾンドティアレ様よりビーナスチャージ10本、青汁ホットタイム薬用風呂トータル2万円相当、そして株式会社島の屋様より琉球スッポンコラーゲンをプレゼントいたします。おめでとうございます。さあ、続いての発表です。続いてはミセスジャパン沖縄エレガント2019、最も優美さと品を感じるミセスの発表です。ミセスジャパン沖縄エレガント2019はヤングミセス、エントリーナンバー10番、ミヤユカさん。副賞としてミズスマイルよりジョスピン化粧品スキンケア8点セット3万円相当、メザンドティアレ様よりビーナスチャージ10本、青汁ホットタイム薬用風呂トータル2万円相当、そして株式会社島の屋様より琉球スポンコラーゲンをプレゼントいたします。おめでとうございます。プレゼンターの名取様、ありがとうございました。続いてのプレゼンターをご紹介します。メゾンドティアレ代表 PQC2016 クイーンの浦谷めぐみ様です。よろしくお願いいたします。では賞を発表いたします。続いての発表はミセスジャパン沖縄エレクアント2019、最も雄弁なミセスの発表です。ミセスジャパン沖縄エレクアント2019はヤングミセス、エントリーナンバー5番、仲間愛。おめでとうございます。副賞としまして、ミズスマイルジョセフィン化粧品スキンケア8点セット3万円相当、メゾンドティアレ様よりビーナスチャージ10本、青汁ホットタイム薬用風呂トータル2万円相当、そして株式会社島の屋様より琉球スポンコラーゲンをプレゼントいたします。おめでとうございます。続いてはミセスジャパン沖縄ベストキャットウォーク2019、最も歩き方が魅力的なミセスに贈られます。では発表します。ミセスジャパン沖縄ベストキャットウォーク2019はクラシックミセス、エントリーナンバー2番、本村健子。おめでとうございます。副賞としてミズスマイルジョセフィン化粧品スキンケア8点セット3万円相当、メザンドティアレ様よりビーナスチャージ10本、青白ホットタイム薬用風呂トータル2万円相当、そして島の屋様より琉球スポンコラーゲンをプレゼントいたします。おめでとうございました。さあ、続いての賞です。ミセスジャパン沖縄フローインググローリー2019、最も輝きを感じるミセスに贈られます。ミセスジャパン沖縄フローインググローリー2019はヤングミセス、エントリーナンバー1番、上原真美。おめでとうございます。副賞としてミズスマイルより、ミズスマイルよりジョスティング商品スキンケア8点セット3万円相当、
メゾンのティアレ様よりヴィーナスチャージ10本、青汁ホットタイム、薬用風呂、トータル2万円相当。そして株式会社島の屋様より琉球スポンコラーゲンを差し上げます。おめでとうございます。プレゼンターの浦谷様、ありがとうございました。では続いてのプレゼンターをご紹介します。ミセスアジアシュプリームインターコンチネンタル2018世界大会グランプリ、高橋由香様です。どうぞ高橋様、前にお進みください。それでは続いての発表です。ミセスジャパン沖縄ベストイブニングガウン2019、最も美しくイブニングガウンを着こなしているミセスへ贈られます。ミセスジャパン沖縄ベストイブニングガウン2019はヤングミセス、エントリーナンバー2番、畑谷美智香。おめでとうございます。ミセスマイルよりジョセフィーヌ商品スキンケア8点セット3万円相当、メゾンドティアレ様よりヴィーナスチャージ10本、青汁ホットタイム、薬用風呂、トータル2万円相当、そして株式会社島の屋様より琉球スポンコラーゲンをプレゼントいたします。おめでとうございました。続いてはミセスジャパン沖縄ポピュラリティ2019、最もオーディエンスの心を捉え人気を得たミセスに贈られます。こちらは2名いらっしゃいます。まずはミセスジャパン沖縄ポピュラリティ2019フェイスブック部門です。4月20日から4月26日までフェイスブック投票で人気を得たミセスの発表です。それではミセスジャパン沖縄ポピュラリティ2019フェイスブック部門はヤングミセス、エントリーナンバー8番佐野直子。おめでとうございます。ミセスマユリジョセフィン化粧品スキンケア8点セット3万円相当、メゾンドティアレ様よりヴィーナスチャージ10本、青汁ホットタイム、薬用風呂、トータル2万円相当、株式会社島の屋様より琉球スポンコラーゲンを差し上げます。さあ続いては会場の皆さんの支持を最も多く得たミスです。会場投票いたしました。では発表します。ミセスジャパン沖縄ポピュラリティ2019会場部門、クラシックミセス、エントリーナンバー6番、津波真澄。おめでとうございます。副賞としてティーギャラリア沖縄様よりマイケルコースのバッグ7万円相当を差し上げます。おめでとうございます。受賞者の皆様、おめでとうございます。プレゼンターの高橋様、ありがとうございました。さあこの後はいよいよグランプリの発表です。7月6日に北海道ニセコで開催される日本大会に出場するグランプリはヤングミセス1名、そしてクラシックミセス1名とお伝えしておりましたが、なんとヤングミセス準グランプリ1名、そしてクラシックミセス準グランプリ1名が追加されました。やはり沖縄大会ポテンシャルが高いということで審査も難航いたしました。プレゼンターはミセスアジアシュプリーム2018グランドチャンピオン、ミセスジャパン2019
日本大会オーガナイザー代理、二階堂瑞穂様です。よろしくお願いいたします。まずはヤングミセス部門の発表です。では発表いたします。ミセスジャパン沖縄セッションヤングミセス準グランプリは、エントリーナンバー6番津波志保子、おめでとうございます。特賞としてアンズコーポレーション様よりアンズメイク10万円分のセレクト券、そして株式会社島野屋様より琉球もろみず、久米泉酒造株式会社様よりウイスキーを副賞として差し上げます。いよいよヤングミセスグランプリの発表です。ミセスジャパン沖縄セッションヤングミセスグランプリは、エントリーナンバー8番佐野直子、おめでとうございます。副賞として株式会社アンズコーポレーション様よりアンズメイク10万円分のセレクト券を、株式会社島の屋様より琉球スッポンのコラーゲンゼリー琉球もろみそ、久米泉酒造株式会社様よりウイスキーを贈呈いたします。ヤングミセス準グランプリグランプリの表彰をいたしました日本大会に進出するお二人でございます。プレゼンターの二階堂様、ありがとうございました。続きましてはクラシックミセス部門の発表です。プレゼンターはミセスアジアシュプリームコスモポリタン2018世界大会グランプリの片岡みどり様です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは発表いたします。ミセスジャパン沖縄セッションクラシックミセス準グランプリは、エントリーナンバー8番宮里佳代子、おめでとうございます。副賞といたしましてアンズコーポレーション様よりアンズメイク10万円分のセレクト券を、株式会社島の屋様より琉球モノミスを、酒造株式会社様よりウイスキーをプレゼントいたします。おめでとうございます。
いよいよクラシックミセスグランプリの発表です。ミセスジャパン沖縄セッションクラシックミセスグランプリは、エントリーナンバー6番津波真澄。株式会社アンズコーポレーション様よりアンズメイク10万円分セレクト券を、株式会社しまもや様より琉球スッポンのコラーゲンゼリー琉球モロミスを、久米選手像株式会社様よりウイスキーを贈呈いたします。準グランプリグランプリの発表です。この2人が日本大会へと進まれます。プレゼンターの片岡様、ありがとうございました。受賞者の皆様、おめでとうございました。7月6日に北海道で開催される日本大会に出場するヤングミセス2名、クラシックミセス2名の発表いたしましたが、実はもうお一方、アンバサダーとして日本大会に出場するミセスを発表させていただきます。これもサプライズです。このアンバサダーは惜しくも沖縄代表からは漏れたものの、今後自らを研鑽しさらなる成長を期待して沖縄から日本大会に出場していただく、特別に選ばれたお一人様に贈られます。プレゼンターはメインスポンサーで共催スポンサーでいらっしゃいます株式会社アンズコーポレーションを代表して組織営業部長酒井義弘様、よろしくお願いいたします。発表いたします。ミセスジャパン沖縄2019セッション、アンバサダーは、ヤングミセス、エントリーナンバー3番糸数明乃。おめでとうございます。副賞を出しまして株式会社アーツコーポレーション様よりビーナスチャージ100本6万円相当です。そして久米選手像株式会社様よりウイスキーを贈呈いたします。
共催スポンサーであります株式会社アンツコーポレーションを代表して組織営業部長酒井義弘様よりご挨拶をお願いいたします。ご挨拶の前にサッシュが折れちゃってるんで戻しましょうか。ちょっとすみません、サッシュをきれいにお願いします。大丈夫ですか。長時間になりましたが、本日お集まりいただきました、一人一人の皆様にお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。第1回平成最後の、三崎ジャパン沖縄大会終了いたしましたけれども、ここが一つのゴールではなくて、スタートとして、このエントリーしたミセスの皆様が、一人一人地域のために、また家族のために、知人のために、会社のために、沖縄のために頑張ってくれることを祈りたいと思っております。7月には日本大会がございます。沖縄の風をちょっと起こしたいなというふうに私思っております。皆様一人一人のお力添えをいただけますようよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、酒井様ありがとうございました。長時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして、ミセスジャパン2019沖縄大会すべてのプログラムを終了いたします。見事、このステージに挑戦した彼女たち、この経験を今後の皆様の人生の糧にしていただき、そしてそれぞれの地域でコミュニティリーダー、オピニオンリーダーとしてますますご活躍ください。さあ、そして会場にいらっしゃるすべてのミスとミセスの皆様にも、大きな拍手をお願いいたします。ミセスジャパンでは引き続き輝きたいと願う女性たちの希望となるステージの提供を目指して活動を行います。